先日の中国共産党中共・中央規律検査委員会中期委全体会議で習近平が後ろ盾のある政治詐欺師を防ぐ必要性について発言していたでは誰が政治詐欺師でどんな後ろ盾があるのか会議の決議の第一の要請は中央政府の命令を偏りなく変更なく逸脱なく実施することであった この絶対的な言葉はこのような方向性の文書において極めて唐突であるというのも中国のように国土が広く状況も様々な国では古くから「省外にあっては訓命も報せざるあり」という言葉があるこれは下級役人が具体的な問題に直面した時自分たちだけで調整する余地があるということだしかしこれらの裁量権はもはや全部なくなってしまったなぜだろうか 習近平は新年の演説で中国は大きいからいろいろな考え方があるのは理解できる合意形成が必要だ団結が必要だなどと国民に向けて柔軟な姿勢を示したしかし中期の会議での演説では明らかに殺気立っているなぜだろうか実は政治は人間の本質と切り離すことができずその最たるものが欲望と恐怖だ どうかでは一方が陰でもう一方が陽私たちの世界では恐怖は陰欲望は陽であり陰と陽が調和することで全てが成り立つ大切なのはバランスで中国語では度という話が少しそれたが中京のもとでの政治について話をするしかしこの引用の考え方によれば簡単に言えば全ての政治や政策は統治する側の欲望と恐怖に応えるものである 習近平は明らかに政治詐欺師を恐れている後ろ盾のある政治詐欺師を恐れているのだ下の役人が自分に従わず命令を実行しないことを恐れたため偏りなく変更なく逸脱なくが要求されたしかし全国民への信念の挨拶となるとそれほど怖くはないので意見が合わないのは当たり前などと柔らかく寛容になる余裕もあるのだろう 結論から言うと習近平とその側近は中国人民を恐れていない庶民を恐れていない言い換えれば最も恐れているのは党内の高官たちであるということだ第20回党大会の政治局常務委員7名について見てみよう李強は1978年から1982年まで寧波農業学院の農業機械科で農業機械科を専攻していた 章は16歳の時1978年に東北重機械学院現演山大学の機械製造科に入学し鍛造技術と設備専門を学んだ李樹は1982年西北師範大学中国語学だこの3人は文化大革命後の大学教育再開後に大学入試を受け学士号を取得した他の人はどうだろうか 再起1975年孔能兵学生として推薦され福建師範大学政治教育学科に入学した1978年に卒業した後も大学に残り党委員会事務局で党員として働いていた習近平1975年に孔能兵学生として聖果大学に入った張洛斎1976年に孔能兵学生として北京大学に入った おこね1972年に孔能兵学生として上海師範大学に入って1982年に福汰大学の国際政治学習士となった孔能兵学生とは何かご存じない方も多いと思うので簡単に説明する。 1966年文化大革命が勃発すると中国の大学は閉鎖され林氷事件を経て1972年にようやく授業が再開されるようになった生徒は草の根の組織や軍隊工場村から推薦された人たちだ推薦されたのは労働者農民兵士出身の人たちである この人たちは入試を受けなくても草の根の人たちが彼らのことを知識も教養もあって政治的にも信頼できると判断しそれぞれのルートで推薦したのだもともとこれらの推薦された人は少しばかり試験を受ける必要がある1974年遼寧省のある若者は試験問題を解くことができず答案用紙を白紙で提出した しかし彼は答案用紙の裏に農村での生産活動や革命活動に忙しく勉強どころではなかったと勝尉に手紙を書いたその結果文化大革命派から典型的な例として認められ75年以降試験を受ける必要がなくなった 第20回党大会で文化大革命の4人の高能兵大学生である習近平張楽斎斎輝はいずれも75年以降の高能兵大学生であった王古寧は1972年には農工大学生であったが1982年には取得が非常に難しいとされていた福丹大学の国際政治学修士を取ったこれは実力で取得したのではなく金メッキだとみなされている 他の人たちはというと後から取得した修士号や博士号は大体ジョークみたいなものである文化大革命後高等教育機関の入試が再開され最初の数年間は非常に激しい競争が繰り広げられた1977年の大学進学率は 5%1978 年は 6.5%1979 年は5.9%であった この入学率は中国の高校生の大半が実際には受験資格がないため厳しい選考を突破してきた人たちのものだだからその学生たちが入学して同じ学校に通っていた本来の高能兵大学生たちとの学力差は歴然としていただから高能兵大学生は学校でも卒業後の職場でも頭が上がらないし差別されているように感じていた 中共の歴代指導者と比べてみよう江沢民は上海交通大学を卒業後ソ連に留学した周陽期は清華大学を卒業した胡錦涛は北京大学を卒業し温家宝は中国地質大学を卒業しており地質大学は北京大学から分かれた非常に力のある大学である 実は鄧小平一派の元老たちは中国の50年代以降の人に対して安心していなかった彼らは文化大革命の紅衛兵の主力であり正規の教育を受けていないそこで胡錦濤以降は立国教、女最高、李元朝さらには白嫌来など文化大革命後の正式な大学生であった しかし習近平は就任後急速に権力を握りこの文化大革命派を重用するようになった常務委員7人のうち定摂相以外は50年代以降のまさに文化大革命の若者たちである中共の元老たちの配置ではもともとこの世代から後を継ぐ者がいなかった このような背景を理解すれば現在の中央委員会が特に2つの確率と2つの擁護を必要とする理由も理解できるだろうなぜなら彼らの自信は本質的に欠陥があるからである中期委の会議は年初に下した決定で党の政治建設を強化し政治判断政治理解政治実行を向上させ政治姿勢政治方向政治原則 政治路線の面で習近平同士を核とする党中央委員会と高い整合性を確保し政治的な規律やルールを厳格に守ることを求めた一息に十個の政治という言葉を並べそれは分かりやすく言えば聞いて従えということだその基準は偏りなく変更なく逸脱なくということだ 中央の決定や命令は少しも変えてはいけない融通を利かせてはいけないという意味だ中共の上層部にはもう一つの問題がある李強が立国共に代わって国務院総理に就任する予定だが彼の経歴には問題がある習近平が浙江省統一書記だった頃李強は省統一秘書長その後は浙江省長江蘇省統一書記 上海市統一書記を経て現在に至る現在は常務委員に就任し3月には国務院員総理になる彼の経歴には2つの問題があり1つは浙江省庁を3年務めた他はずっと島書記を務めてきたということだ中共の制度では当書記は地方政府のトップであるが行政長官とは業務範囲が違う 行政長官は主に日常的な政府の運営財務の調達などを担当し執行側であり技術的なことがほとんどである第二に李強は中央政府特に国務院の各部門と委員会で働いた経験がない歴代の総理は部長から副総理へと出世してきた国務院は中共中央委員会に属しているが内外上下 各地域の異なる利害関係が絡むため橋渡し役や調整が必要になる複雑な問題が多い国務院内の各部門や委員会はさらに複雑に絡み合い様々な利害関係がある利強はよそ者だからたとえ能力と IQ が高くても短期間では手に負えないと思う今回の政権交代は中共の歴史上最も完全な政権交代となるだろう 共総理以外の4人の副総理は全て交代し多くの重要な省庁のトップも交代する予定であるその場合習近平の側近である華律法が大きな役割を担うことになり李強は国務院総理であるが最終的な決定権は華律法が主に握ることになると思われる 律法も50代以降の知識青年だが文化大革命後にアモイ大学に入学し金融を専攻していたもっとも2014年に国務院発展改革委員会に入ったので国務院の中では古株と言われる大学卒業後彼は長年アモイで働き習近平の部下だった また習近平が浙江省初期だった時代習の側近人脈であった思考進軍の有力者である今後国務員で大きな影響力を持ち多くの人事を担当することになるだろう習近平政権の過去10年間の野心的な計画のほとんどは失敗に終わり特にこの3年間のゼロコロナ政策は経済を荒廃させ世界中の政府から非難を浴びることになった そして重要なことは北京が推進する政策は根本的に自己矛盾であり両立させることができないということである例えば社会面では疫病流行があれば役人を解雇すると言われまた同時に経済を安定させろと言われる結局ゼロコロナ政策にさらに加担してはいけないということになっただから結局地元の役人が何をやってもダメだった ウイルス対策を厳しくして街を封鎖すると経済が回らなくなるそれから社会の矛盾が爆発して北京当局に非難される何をやってもダメだということだそんな時地方の役人がすべきことはスローガンを唱えつつも実際には行動には余裕を持たせ新しい問題に遭遇したらすぐに寝そべりをすることだ つまり習近平にとって今一番の問題は官僚の自立性が失われたことで体制全体が大きく緩み支持を失いかねないということであるこれが彼が最も恐れていることなのだこれからの2年間は中共にとって最も困難な時期になるだろう 内外の対立が複雑に絡み合い社会問題が炎上し体制内部も後退し躊躇しており油断すると大爆発が起きるだろう人間の計算は天の計算に及ばずいずれにしても運命である中共はもう限界なのかもしれない今